クネ、ディルク・パルメンティエ・ジャワのユバー・ゴークネ、ディルク・パルメンティエは、オランダの民間パイロットである。KLM のチーフパイロットであり、KLM オランダ航空の創立者のアルベルト、プラズマンの親友であった。1934年のマック・ロバートソンエアレースで、DC-2 で参加し、ハンディキャップ部門で優勝した。アムステルダムで生まれた。 1920年から1924年の間、ホッカーで働き、軍務についていた1927年に、操縦士免許を得た。1929年に、パイロットとなった。1934年に、イギリスからオーストラリアのメルボルンまで長距離飛行レース、マック・ロバートソンエアレースに、KLM の DC- に、ユバー・ゴーの機長として参加した。副操縦士 ジャニュアリーモール、機関士、ブーウェイ・プリンツ、無線士コルバン・ブルーガと共に登場し、乗客や貨物を搭載した旅客機で多くの競技機に越して総合2位でハンディキャップ部門で優勝した。唯一、このレースために製作された競技用機 DH-88 コメットの1機だけに遅れた。乗組員たちはオランダに戻ると国民的ヒーローとなり、パルメンティエは著書、 インドリーダゲンノル・オーストローリーを出版した。1940年にオランダが占領された時、イギリスへ亡命した KLM のスタッフの一人となった。DC-3 でイギリスへ飛び、イギリスではイギリスからリスボン、ジブラルタルへの運航を組織するのに貢献し、戦後受訓した。戦後は KLM の運航責任者を短期間務めた。 1948年10月20日深夜、ロッキード・コンステレーションで悪天候のイギリスのグラスゴー空港に着陸するとき、高圧船に接触し墜落し、40名の犠牲者の出た事故で死亡した。ありがとうございます。